公認進学塾の辻中です。どうも、代表の新宮武虎です。今日はね、共通テスト2024年結果の中間報告が出てきたんですよ。出ましたね。ちょっとこれは大事件だぞみたいなのを個人的に思ってることがあるんで、それについて語りたいと。今日はとにかく社会についての話です。これはもう文系だろうが理系だろうがで、特に理系の人によく聞いてほしい。なんと今のところ公民が大爆死、駿台ベネッセの共通テストリサーチの結果だと、なんと今のところ倫理の満点が全国でなんと0人。ゼロですか？ゼロです。マーク式でゼロってやばいですね。やばいです。で、整形が予測だと1人。1人？でもこれなんか、もしかしたらゼロ人説あるんです。共通テストリサーチって自己採点間違って出してる人とかもいたりとかするんで。あ、そっかそっか。大学共通センターが出してる中間報告の方には確かゼロだった気がするんで。まだこれが出てくるかもしれないですけど、ただ、いたところでって感じじゃないですか。あんま変わんないですね、ゼロの位置も。だからじゃあだいぶ変わるよっていう人多いですけど、正直共通テストの満点の人数によっては僕あんまり変わんないと思うんで。分母が違いますからね。分母が違うんで。で、現代社会も6人。いや、これももしかしたらゼロかもしれないと言われてるんです。あれ、共通テストリサーチの公式の見解のやつ見れますかね。最高点が、現代社会は100点がいるけれど、倫理と政経と倫政は一人もいないんじゃないか説ですね、今のところ。共通テストリサーチっていうその公式のものが出してる中間報告だと、倫理の最高点が97点、政経が94点、倫理政経が97点なんで、今のところ、公民は現社会は満点がいないんじゃないかって説なんですよ。ちょっとむずすぎますね。じゃあでもね、そんなこと言っても結局人生とか8割はみんな取れてるんでしょとか思うじゃないですか。8割がね、取れていたいって思いますけど。思うじゃないですか。例えば、じゃあ一番簡単だと思われる現代社会。ツンベネの集計したデータだと、受験生が 63,472 人中、8割取ってるのが 3,608 人。5.7% しかいないです。5.7% ってやばいですね。ね、5.7% って多いのか少ないのかちょっとよくわかんない人とかいると思うんで説明しておくと、世界史は8割以上が 24% います。チリも 19.8% です、ね。チリも 19.8% います。なんで相当少ないですよ。で、これ実は現在がまだマシな方なんですよ。倫政が 7.5% で、政経は 1%、倫理は 4% しかいないんですよ。8割以上の得点の割合ですよ、ね。割合です。で、8割だからまだマシなものの、9割以上だったら、もう倫理なんて 0.3%。で、現社も倫政も 0.7%。正規に至っては 0.1% しかいないです。1000人に1人。もう橋本環奈級っすよ。あれは1000年に1人か。なんで、倫政ちょっと難しい。でも、それって今年が難しかったんじゃないのとか思う人いると思うんですよね。そうですね。で、僕、これちょっと集計数気になったのが、去年もこんな感じじゃなかったかなと思ってて、去年も8割取ってるのが、なんと臨生って 8% ぐらいしかいないんですよね。去年も言うて少ないっすね。少なくて、で、満点の人数とかも臨生去年も共通テストリサーチで8人とかしかいないんですよ。まあ今年はより難しいけど、去年からですね。去年からちょっとその空気はちょっと正直感じてて、今年加速したんで、あと他の科目の比較とかも一応知りたいと思うんで、言っとくと、世界史はさっき申し上げた通り、8割取ってる人が 24% 約。日本史が 9.7%、地理が 19.8% いるんですよ。満点の数に至っては、世界史は共通テストリサーチだと618人、地理だと143人、日本史だと100人いるんですよね。なんで、どんだけ臨戦難しいことになってるかってことをお伝えしたい。そうですね。まあ数字だけ見るとでも相当な違いですね。相当な違いで、これ何気をつけてほしいかって言ったら、例えば昨年あったように物理と生物とかですごく平均点とかに差が開いちゃって、得点調整がありますとかあったじゃないですか。理科だからなんですよ。よく注意してほしいのは、日本史、世界史、これは地理なんですよ。現代社会倫理、政治経済倫理、これ公民なんですよ。枠組みが違うんで。理科は4つで1つの理科ですけど。そう、社会はなぜか2つに枠組みが分けられてるんで、得点調整が基本的には起きないんですよ。やばいですね。そう、やばいんですよ。起きないにもかかわらず、大学側には社会として提出しますもんね、点数を。そう、まあ、特に理系の子からしたら、地理系も公民も変わんないですからね。やばい。文系も変わんないから。なんで、普通には倫政がちょっと不利みたいな感じの流れになってきてるんですよね。5年前ぐらいまでは、倫政の方が全然一緒みたいな。もう一択一緒ぐらいの流れだったんですけど、ね、ちょっと倫政もそう言ってらんなくなってきてて、で、なんでかというと倫理の問題とか今すごい難しいんですよ。昔の倫理とかの問題だったら、ほぼ国語の問題じゃんみたいな、知識なくても解けるじゃん、楽勝楽勝みたいなやつあったじゃないですか。ああいう問題あるんですけど、今それで間違えるんですよ、なんか。あれ普通に難しかったりとか、倫理とかも結構、知識問題とかも聞いたことないの話とかも結構あったりとか。僕が受験生の時ですら、倫理やったことないけどやってみようとか言って、それなりになんか取れたりしますよね。あ、でしょうでしょう。もう結構時代変わってきてるんですよ。そういう時代ではないっす。問題が、まあ、数学とかもそうじゃないですか。問題難しくなってるじゃないですか。とっても今、チャートレベルじゃないじゃないですか。じゃない。で、倫理とかにも実はそういう現象が起きてるんです。なんで、ちょっと大変だなって。で、一応、来年の国
から共通テストの公民って倫理と政治経済分かれるんですよ。分かれるからもしかしたらちょっとマシになるかもしれないですけど、一応それが心配だったんで倫理と政経も分けて出したんですよ。で倫理と政経単体でも、もうひどい状況なんで倫理と政経分けられてももしかしたら難しいかもしれない。まあ、しかも来年はね、公民政治経済で公民も加わってきますから、まあ、ちょっと読めないですね。例えば医学部志望で共通テストは高得点取りたいんだよねっていう子は、相性がいい人は高3から地理始めるとか。で僕文系受験の時に地理選択であってもよく分かるんですけど、まあ、生徒さんでも多いと思うんですけど、地理って相性合う子は本当短い時間で8割とかパンってくるじゃないですか。相性悪い子ってめっちゃ勉強してもなかなか6割とか超えないとかあるんで、向き不向き激しい科目なんですよね。だから向いてる子は高3とかから地理始めてもいいと思うんですけど、共通テスト高得点取りたいんだけどちょっと地理本当苦手なんだよね、無理みたいな人とかは、文系ほど世界しっかりできるわけじゃないんで早めにやっとかないといけないじゃないですか。そうですね。高1高2から社会姿勢をつけ始めるっていうのはもしかしたらこれからの選択肢になり得るんじゃないかなって思ってるんですよね。結局世界史は今回のデータでも 80% 割や 24% もありますから、そういうところを見ると早い段階から世界史やるっていうのは一つの選択肢ですよね。確かにこれはもう文系だと最近有名な話ですけど、例えば今年で言うと共通テストリサーチだと世界史が受験生数が 63,604人で満点が618人で、日本史の受験生数が 112,419人と、まあ、世界史の約倍なんですけど、うん、満点の数がちょうど100人では世界史の6分の1もいないわけですよね。やばいですね。だから世界史のもう10分の1も満点の人がいないわけですよ、割合的に。なんで基本的には世界史と日本史だと世界史は有利なんで、日本史が好き好きでたまんないよって人はいいと思いますけど、そこまでじゃない、なんとなく世界史苦手意識が当たって世界史日本史ぐらいだったら、まあ、まだ実は世界史の方がいいかなっていう風に変わっていくんじゃないかなって気はちょっとしますね。科目選択の時点から勝負は始まってますね。正直今年の僕が見てる医学部受験の生徒で、まあ、共通テスト800超えてる子も何人かいました。みんな世界は実は世界史です。昔はそういうことあんまなかったじゃないですか、まあ、むしろ握手って言われてましたね。なんで歴史選べるのみたいな何してんねんみたいなのがありましたけど、今結構増えてきましたね正直。なるほど。から受験生の方、まあ、特に来年変わりもしますから、結構科目選択は慎重にならなきゃいけないです、ね、ならなきゃいけないですし、まあ、高2だとしてもまだギリギリ変えれる。でも高2の理系理学部志望でまだそんなに勉強出来上がってるわけじゃないよって子はさすがに世界史とか回らないかなって今日は、まあ、そしたら相性次第ですけど地理ですか。そうじゃなければちょっと過酷なことが待ってるかもしれないんでまあできるだけこう数学理科でほぼほぼ満点取りに行きましょうねって感じになるかもしれないですね。そうですね、まあ、そういう人もいますからね。そうですね。僕の先輩で社会50点で830点のやついましたから、ね、それはもう社会やったほうが伸びしろそれに限って社会は俺向いてないとか言いますからね。まあちょっとこれはどちらかというともう緊急速報でしたって感じですね。はい。なのでこれから受験生の方とか、まあ、高1とかでも社会選択あるよっていう方はちょっとここ慎重にちゃんとデータを見ながら選ぶようにしてみてください。よろしくお願いします。ドーン。